はいどうも、G-SHOCK 大好き沼田です。はい、今回もね、買ってしまいました G-SHOCK をですね。というのも、G-SHOCK の商品が一部ちょっとね値上がりするっていうので、6月1日から、まあ実際は安く、購入しようと思えばいろいろ探せばネット上であるんですけれども、ヨドバシとかで、Amazon とか買うときはちょっとやっぱり定価が上がってるなって感じは今、見たらしてます。はい。で、まあ、前回はね、ベゼルのみの、メタルのものを買ったんですけど、今回はフルメタルで購入しました。で、まあ、6万6000円定価ですけど、5万円台前半ぐらいでポイントっていう感じだったんですけど、まあね、まあちょっと5万すぐ出せないなと思ったんで、まあ、ヨドバシに4万ぐらいポイントあって、で、まあ、全国旅行支援っていうね、旅行行った時にもらえる、金券みたいなのがあるんですけど、それが8000分ぐらいあったので、まあ、それを消費して、まあ、今回、もう思い切って買っちゃおうと思いました。本当はね、もう安く買おうと思えば、ネット上では、まだまだね、4万2、3000とかでね、買えるところもあるっぽいです。はい。まあね、気づいたらね、購入しますと言ってしまいました。まあね、前回のね、この黒いモデルも、かっこいいし、まあ、使い勝手もいいなと思ったんで、ちょっと、フルメタルもね、だんだん欲しくなってきたんですよね。うん。まあ、ミスター G っていうのもね、購入するときに見せてもらったんですけど、まあ、買う気はなかったんですけど、このぐらい重さ違いますよと思ったら、あ、結構違うなって分かるぐらい違う感じでした。はい。まあね、機械式の時計とかも持ってるんですけれども、まあ、今回、G-SHOCK なので、まあ、頑丈ってことで、まあ、割と雑に扱ってね、まあ、5万円ぐらいだったらね、数十万する機械式時計よりは、なんかこう、扱いがね、雑でも大丈夫かなと思って。はい。ということで、以上です。ご視聴ありがとうございました。